こんにちは。さあ、エタの時間がやってまいりました。本日295回目の今日の表現はですね、Urgent。さあ皆さん、意味はどうでしょう。緊急のということでよろしかったと思います。さあ問題はですね、なぜこのアージェントが緊急のという意味につながってくるか。そのヒントはスペルですよね。つまり綴りにございます。さあ皆さん、アージェントをよくご覧になっていただきますと、ある別の単語の一部がですね隠れてません。この辺りですね。emergency。これのこの辺りですかね。RGEN。これは皆さん隠れておりますので、emergencyの意味、もちろん名詞で、緊急という意味でしたね。ですから、emergency から形容詞のアージェント、緊急のというところにつなげるのは難しくないかと思います。どうでしょうか。で、ちなみにアージェントですが、こちら公式問題集グレーの2のテストにパート3回答冊子112ページにも掲載されておりますので参考になさってください。そして我々はですね、皆様のTOEICのスコアアップ、こちらのつながりでですね、動画を毎日配信しておりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。